はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日の株式マーケット、大きなニュース、皆さん、見ましたでしょうかこれは、マクロに関連したニュースではないんですよね。非常に有名な、世界で超有名な投資家が、なんと、マーケットの転換、今、このタイミングで予想したんですよね。後ほど皆さんに詳しくご紹介をしていきたいんですが、この一つの本当にすごく短いツイートが、マーケットを今日動かしたと言っても過言ではないと思います。で、そういったところに加えて、今日はですね、もちろんいろんな 細かいようなマクロの関連ニュースがっていうところも皆さんにご紹介をしていきたいと思います。あとは、このチャンネルを見てくださっている方で、どれほど興味のある方いらっしゃるかわかりませんが、今大きくビットコインまた上昇してますね。まあこういったアセットクラスに対してもしっかりやっぱ見ていった方がいいと思うので、ぜひですね、後ほどちょっとだけ触れていきたいと思います。興味あるよっていう方は僕の仮想通貨のですね、チャンネル、仮想通貨チャンネルというのがあるので、ぜひですね、そちらも見ていただけると嬉しいです。で、今、 こちら、ドーンと出ていますけれども、ヒートマップです。ここ最近皆さん僕が出した動画の中で、大きな銘柄しか上がっていないんですよと、それ以外の銘柄に関しては、結構今株式マーケット下落してるんですよっていうニュース、見た方は非常に多いんじゃないかなと思います。で、今まさに起こっていることが、もう本当にこれだと思うんですよね。大型銘柄上がってます。マイクロソフト、エンビディア、アップル、グーグル、メタ、アマゾン、テスラ。こういった銘柄に関しては、まあ、ほぼほぼフラット、もしくは 上昇という感じですよねこういったチャートを皆さん何回年に見ましたか今こういった状況がまさに続いていて、これ本当に持続するのかこれがですね、今大きな注目を一つまず集めているポイントですよね。で、ウォールストレートは今ですね、こういったトレンドはもう続かない。そして、今こういった企業のですね、決算いろいろと出てきていますけれども、この2023年通期そして2024年のですね、 え、決算の予想に対して、今後ダウングレードが、これアナリストじゃなくて、どん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 企業が自分たちの業績予想を下げてくるんじゃないか。そして、アナリストに関しても、これらの予想、自分たちの予想を下げるんじゃないか、ということが、今言われています。あまりにもこれまで楽観的だった予想値というのをですね、この第3クォーターの決算期で、結構直したり、まあ情報修正することというのはも,もちろんあるんですけれども、まあいずれにせよ、過去の予想値というのを まあ修正するってことをよくやるタイミングなんですね。なのでこのタイミングでマーケットの転換がですね、起こる可能性っていうのが結構あると。で、今まさにそれが起こるんじゃないかっていうのが、ウォールストリートが今予想を始めてるポイントになってます。で、実際僕はですね、このタイミングでもう株式マーケットの上値は重いと思うと、まあず,ずっというふうに言ってきたと思うんですが、まあそういうふうに本当になるかどうかっていうのは皆さんの え、考えもぜひ教えていただければと思います。僕はもう株式マーケット上ねきついと思います。で、こっから下落していく可能性がある。そして、そのお金はどこに流れていくのかっていうのが、まあ、今後大きなポイントになってくると思うんですけれども、まあ、僕はですね、そこを仮想通貨だと思います。このチャンネルでは結構仮想通貨の話をすると、仮想通貨なんてあんま興味ないよっていう方いらっしゃると思うんですが、今年来年はですね、仮想通貨めちゃくちゃ重要なタイミングになります。なので、まあ、もし、 え、興味ある方は、そういったチャンネル見たりとか、まあ、自分で見たりしてもいいと思うんですけれども、すべてのアセットクラスに対して目を配っておくっていうのは、資産運用していくですごく重要なので、まあ、今後もですね、まあ、興味持っていただいたら、まあ、たまにチャート見たりとか、まあ、あの、値動き見たりとかするぐらいは、ま、していただけるといいんじゃないかなと思っています。はい。で、え、ここからですね、皆さんと一緒に数の方ですね、え、見ていきたいと思うんですが、その前にこのチャンネルの、え、スポンサー FXGT に関しましては、 株為替コミュニティ、そして仮想通貨も取引できるプラットフォームとなっています。今、口座開設するだけでもう入金なしで2万円分の取引ボーナスをもらえるキャンペーンやってます。株式マーケット厳しいですよね。今、為替も150ドル近辺うようよしてます。ビットコインも大きく上昇してます。こんなタイミングでこの2万円どういうふうに使うか皆さん、まあ、考えてみていただけるといいんじゃないかなと思いますし、入金額に応じて非常に多くのボーナスをもらえるキャンペーンもやってますので、もうぜひですね、こういったキャンペーンも使っていただければと思います。であとは、 仮想通貨興味あるなっていう方は、まあ外覧のようにバイビットとかですね、僕は仮想通貨の方で使っているものもあるので、まあそういったところもですね、まあ入金額に応じて400万円超えるようなボーナスとかもらえるので、もうぜひですね、とりあえず、まあ仮想通貨嫌だなとかと思ってれば、ボーナスを使ってまず取引をするってことですね、一旦してみてください。ネオき器はどんなものか、ボラティティどれぐらいあるのか、まあそういった持ってみないとわからないっていうリスクをですね、まあ、肌で感じていただければと思いますので、まあぜひそういった賢い使い方、 していただけると、ま、嬉しいなと思っています。はい。あとはですね、ここから指数見ていきましょう。まずはですね、ダウがマイナス0.58%、え、サンド P がマイナス0.17%、そしてナスダックがプラスの0.27%。この動きの、ま、誤差というか、あの、差が、まあ、面白いですよね。まあ、やっぱり大きなテックメガが上昇しているっていうのが、こういったナスダックだけが、ま、上がっている。まあ、そういったことが、あの、まあ、鮮明に見える、理解できるような動きだったんじゃないかなと思っています。で、今日ですね、 え、債券すごく重要になってきます。債券に関しては、特に長期の金利が大きく下がってます。これは30年、10年というところが8ベースですね。7年、5年、まあそのあたりも下がってますけれども、まあ今短期の金利というところも合わせて約5ベースほど下がっているっていうのは非常に、このタイミングで大きなマクロのニュースがない中で下がっているっていうのはすごく面白いポイントなので、ぜひですね、まああの、後ほどの詳しいニュース見ていただければと思います。はい。まああとはですね、 こちらにもあります通り、ドル円なんですが、また引き継ぎ、この150円近辺、すごく拮抗してますよね。このどっちに行くのか行かないのか。そして、今日この金利が下がっていくタイミングで、これがトレンドになるかもしれないっていうふうに今、思っている人たちが出てきている。これがすごく今後、金利を見ていく中ですごく重要なポイントになっていくんじゃないかなと思っています。はい。で、クリプトですね。ビットコインに関しては、 現在3万1700ドル近辺になっています。この前までも3万ドルいくか行かないか2万5000ドルとかっていうところだったのが大きく今上昇しています。まさにこのタイミングでビットコイン見ておかないと、まあ、本当に後々後悔する可能性もあるっていうぐらい今超注目のタイミングです。ビットコインのスポット ETF が承認されればブラックロックそしてそれ以外に大きな金融機関が今まさにこの信頼できるアセットクラスですと言って今あのマーケットで ニュースの前で言っているんですよね。まあそういったものを見逃すタイミングっていうのはすごくもったいないなと思うので、ぜひ見ていただけといいのかなと思っています。はい。まあとはコモニティですね。すごく重要な、やっぱりこの今、性格上のリスクを占っていく上で、まあポイントになると思うんですけれども、まあ今日という観点では2%、今日ですね、下落をして86.06というところまで現在下がってきております。引き続きゴールドに関しましては1984ドルというところで、 え、2000ドル近辺推移をしてます。まだまだ緊張関係っていうのが、まあ、イスラエル及び、ま、その他の国々で、えー、行されてるっていうのが、まあ、こういった金の水準感にも現れているんじゃないかなと思っています。はい。で、今日ですね、最も一番重要なニュース、こちらになります。ビラックマンさんという方が、皆さんもご存知だと思うんですけども、世界的に超有名な投資家、ビリオネアですよね。え、彼がですね、今、米国の債権のショート、これどういうポジションかっていうと、 金利が上がっていけば上がっていくほど、これは金利が上がっていくってことは、金利が、えっ、ー、と、すみません、債券が売られるということなんですけども、債券を彼は空売りずっとしてたんですね。この大体半年くらいからしてたんですけども、まあ、この金利が上がっていくために、取っていた債券ショートのポジションをもう終えました。発表しました。これは、マーケットに結構大きな激震をですね、走らせたニュースとなっていて、同じようなポジションを取らなきゃっていう形で、 え、再起をですね、売却し始めていた人たちが、買い戻すっていう動きをですね、今日して、金利が下がっていたと思います。で、この動きにですね、今後も追随する人たちも出てくるんじゃないかと思いますし、まどうしようとかっていうふうにパニックになって、買い戻さなきゃっていうふうに思った人たちもですね、結構出てくると思うんですよね。で、そうすると、 え、短期的にどん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 金利が下がっていったりとかする可能性がある。で、プラス、ここってなんで、もっともっと重要になっていくのがポイントになっていくかっていうと、金利が下がっていくと、フェットはですね、金利がここ最近上がっていってたから、じゃあ私たち、金利上げなくていいですよねっていうふうな状況になってたわけですよ。で、それが、え、金利下がっちゃうんだったら、自分たちを政策金利上げなきゃ、みたいな感じの方向に行く可能性もある。 そういったことをですね、懸念して、フェットの動きとかにも影響がある可能性がある。そして、まあ、彼が発信して、やっぱりそれについてですね、考えさせられる。あれポジションこれまでずっと、売りポジションっていうのが、債権の売りポジションをまよってたんですけども、これって、他の人たちどうすんの他の人たち買い戻してるっていう人たちがいたら、え自分たちもそうしないと、めちゃくちゃ損しちゃうじゃんみたいな感じになりますよね。 ショートしてるんで、これどん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 金利が下がっていって、債券の価格が上がっていけば、自分たちのロスが膨らむ可能性がある。そういったことをですね。まあ、マーケットの中で考えさせる人が、これドーンと超有名投資家が出てきたってことは、かなりマーケットに今インパクトが出てきていて、今後の方向感楽しくなっていく、楽しみになっていくような。 えー、まあ、ニュースとなってました。はい。で、このタイミングで、えー、こちら10年歳の金利の、えー、チャートなんですけれども、まあ、今日のところ大きく動いていますが、えー、これが本当に続くかどうかなので、まあ、今日これチャート下がりそうだうんとかっていうのは心配だったら、うそう見えてしまうかもしれないんですけれども、まだ判断はちょっと難しいんですが、まあ、やっぱりここからあえて、えー、まだショー度キープするとかっていうのは、まあ、少し勇気がいるような、えー、状況には一応あるのかなと思います。 はい。まあ、あとはですね、え、こちら、米国の、え、ナスダックですね、のチャートになっているんですが、大きく下にドーンと、え、下がっているタイミングもありましたけれども、まあ、やっぱりこのじわじわ下がっていく、この、え、まあ、今状況っていうのは、ま、すごく嫌な、え、ま、チャートパターンでもありますよね。で、かつ、やっぱりこの、あの、チャート見ていただいても分かる通り、まあ、このあたりのレベル感っていうのは結構やっぱり高いと。え、バリエーション確保の遡ってみても、え、高いっていうふうに、まあ、見られて、大きくドーンと下がっている。 状況ででもあったのこの辺りについては少し上値が重くなるというのはチャート的にもそうですし今の市況感見ても経済の状況見ても下がっていくというのはある程度妥当性としても人々がそう感じられるような状況にもあると思いますし実際に決算の予想というのがダウングレードされたりとかしてくることによってもっと株価が下がっていくそういったファンダメンタルの意味でも下げるという要素が実際に起こっているんじゃないかなというふうに思っています。 はい。まあ、あとはちょっと奇妙な、このドル円なんですけれども、この150円近辺でもう今、吸い付いているようになってますね。ここからやっぱり買っていくっていうのは、今、勇気がいることだと思いますし、なおさら今、アックマンさんが今後、金利アップサイドを狙うの危ないよっていうふうに言っているのであれば、米国債の金利、ここからなかなか上がりづらくなる。そうすれば、もうドル円。 ラップサイドないかなっていうような感じの気持ちになる可能性もある。まあ転換してどん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 円高っていうのは難しいかもしれませんが、まあ円安についてはもうですね、一旦ちょっとどうしようかな、ここから先にポジション取っていきたくないなっていうふうに思う心理っていうのが働きやすい今状況なんではないかなっていうふには思っています。はい。まああとはちょっと個別株っていうところは今日見ていかないんですけれども、まあ、やっぱりさっき申し上げた大型テック銘柄しか上昇していないこの状況、そして 特にですね、小型銘柄のインデックスとかっていうのをいろいろ見ていくと、もうかなり苦しい状況になってきてるんですよね。で、おそらく株式マーケットで個別株投資されてる方については、大型銘柄以外の保証について、まあ結構厳しいパフォーマンスされてるんじゃないかなと思いますし、まあやっぱり今ちょっと大型銘柄についても上値が重い、ちょっとなかなかここからいかないかも、みたいな感じになってきてる銘柄も非常に多いと思うので、まあリスクを 軽くするっていうことも、本当にもう全部売るとかどうこうとか、0、100じゃなくて、まあ、少し外すっていうことも常に申し上げてますが、まあ、考えてもいいかなというふうに僕は思います。はい。まあ買うと思えば、まああの、いつでも買えばいいと思いますし、まあ自分の判断でしていただきたいんですが、まあ,あくまでも僕はもう株式マーケット、まあ、アップサイドないというか、ここであえてアップサイド取りに行って、ダウンサイドどっちの方が可能性高いかっていうと、まあ、リスキーワール的に僕、 やっぱダンサイを見てる方がいいんじゃないかなと思います。あとは、今、じゃあ、株ってどうすんのっていう人もいるかもしれませんが、もうまさに仮想通貨のアセットクラスっていうのは、うん、ま、まっさに今、本当に注目をされてる、えー、状況だと思って、かつここに資金利用も実際してるんですよね。うん、もう何回も仮想通貨このチャンネルでうるさいっていう人もいるかもしれませんが。絶対見ておい方がいいです。はい。で、えー、この発言があって、えー、フォームシールの利上げ折り込み状況、どうなってるかっていうと、 うんあんまり影響ないですね。まあ、ここへの影響はないので、今後どういうふうになるかっていうのは、まあ、今週ですね、PCE の発表があります。これは Fed が注目されて,している、えー、物価上昇指数ですね。これが27日に発表がありますので、今週はそちらを注目していくといいんじゃないかなと思っていますで。今日から Fed がですね、FOMC1 月いや、すみません、11月1日に 記者会見とか控えてますけれども、それに向けて、ブラックアウトピリオドに入っていたので、今日からですね、もう、フェトの関係者の発言はなくなりますので、まあ、ここからは経済指標だったりとか、まあ、そういったものを見ての判断というふうになるかなと思います。はい。で、まあ、こんな状況の中、他ニュースとして、皆さんにご紹介したら、今日結構ですね、面白いニュースいくつかあるんですけれども、今ですね、アバディーニティ皆さんご存知でしょうか世界的にも結構有名な、えー、まあ、資産運用している会社なんですけれども、ここでですね、 えー、世界の株式の投資責任者、株式の投資責任者ですよ、の方が、えー、どこの株式マーケットに、えー、投資するかということを考えるときに、米国だけはやめろっていうふうな発言をしてました。これは株式担当者としてこういう発言をするというのは結構、まあ、面,白かった面白いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、理由としては、米国は景気が減速するということが、えーまあ、前提の発言ですね。まあ、あとはドルが弱くなる。これはまあ金利の え、上昇というのはもうなかなか難しくなってくるっていうところが一つあると思うんですが、やっぱ一番重要なのは、米国の経済が後退するっていうふうに思っている人は、米国の今株式マーケットを買うべきじゃないっていうことですよね。で、これはやっぱりここ最近すごく、米国の株式っていうのはポジティブに見られていた側面が非常に多くあったと思います。で、そんな中、ちょっと予想外の景気の原則というところに対して、彼をですね、警戒しているっていうところが、すごく今、 え、こういったことを発言する。ま、一つの大きなニュースとしてなってます。で、彼は他には、ま、新興国とか、ヨーロッパとか、日本株っていうのもいいんじゃないか。でも、アメリカだけはやめろって言ってるようなことですね。はい。これ結構面白い発言だったですね。で、もう一個。これはモルガン・スタンレイの結構有名な、ま、結構っていうのはその世界でも、非常にその権威があるアナリストとして、すごく注目されてる方なんですけれども、今ですね、米国高に関してはもう見込み薄ですよと。年末にかけて、 米国の株式下がっていきますよってことを予想している人です。彼はずっとこういった発言をしていて、結構ですね、まあ弱気、今年に関しては弱気な発言が非常に多かったんですね。で、年末の予想株価に関しては、S、スタンド P3900 ポイントというのを予想して、今よりも、だいたい8%、9%ぐらいですね、下落を予想していると。で、こちらもあるんですけれども、企業利益への過度な楽観、これが、まあさっき言っていたように、 今、アメリカの株価はここまでずっと上がってましたけれども、もうソフトランニング全然いけますでしょう。米国の今、もう経済強いし、もうすごくいい業績出しますよ、みたいな感じが予想としてあったんですけれども、これが今後崩れてくるということですね。で、かつ、この第3クォーターのタイミングで、決算の内容を大きく変えてくると。これが大きな予想の一つの理由となっています。で、これ以外にも、金融、そして財政の引き締めの影響などが結構大きくなってくるでしょうと。と これも何回もこのチャンネルでは言ってるんですが、金利が高く維持されるところが続けば、これまでずっと安く借りてきた米国の企業たちは、借り換えの際に、これまで1%とかで借りていた金利がいけない5%でドーンと上がると。で、この5%の金利水準が長く続けば続くほど、自分たちがお金を借りている金利の水準っていうのが、どん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 上がってきて、今のところは平均多分1%とか1.2%とか、まあ企業によりますけども、 すごい低かったのが、どん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 、その今の5%の水準にも近づいていっちゃうんです,ですよね。この期間が長ければ長いほど。なので、かなりこれは、長期的に企業の業績を圧迫する一つの大きな要因となって、かなり厳しく今後。この状況が長く続けば長くするほど、これらのまあアメリカの企業に対して大きな悪いインパクトが残りやすいっていうことですね。あと結構面白いなと思ったのが、こちら S&P なんですけれども、 200日の医療平均線に関して割り込んでいると。割り込んだということなので、テクニカル的にもこういった状況で、本当に大丈夫なのか。アメリカ株式ということが、本当に至るところで言われ始めたんですよね。ずっと言われてるっていうよりも言われ始めて、どちらかというとこっちの意見に今寄ってきているというようなのが状況としてあると思います。はい。で、あとはですね、再建トレーダーがシートベルトをしっかりと締めろと。 なぜかというと、米国の再建の乱高下化というのが、まあ今始まったばかり、始まるぞといや。さっきのアクマンさんの話もありましたし、まあ、あと今のイスラエル情勢、どっちに行くか分かんない。しかもこの状況、長引くんじゃないかというふうに今言われてます。で、そうなってくると、え、そんな状況の中、米国のまだ物価上昇続くかもしれない。え、物価が下落するかもしれない。どっちに行くのなんの要素で決まるどんなニュースで決まるのっていうのは、 米国の経済の状況なのかもしくは戦争なのかわかんないですよね。まだ。戦争も大きく影響してくるかもしれない。でもしないかもしれない。どうなるかはすごく読みづらい。読みづらいっていうことはどっちに行くかわかんないので結構ボラティリティが激しく出やすいんですよね。で、そうなると今、マーケットで債権のリスク取りたくないなっていう人ももちろん出てくるじゃないですか。そうすると債権の売却が進んだりとか結構ですね、本当にいろんな要素が可能性としてあるということで え、再のマーケット結構、ぼーっと、今後ボラティティ続くんじゃないかってことを言われていると。はい。で、まあそんな中ですね。今、世界中にいるイスラエル人の方々が母国のために戦うためにイスラエルに戻っていると。で、こういったことがやっぱり、あの、実際ニュースとして出てきてますけれども、まあ、やっぱりこのような形で、イスラエルがどん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 兵を集めて、強くして、パレスチナの方にですね、まあ今攻めていっているというか、攻撃をしてますけれども、まあそんな中、アメリカも さらに付け立ちをして、もっともっと武器の提供とか、兵力の提供みたいなことをしていって、今後統治した際には、ガザ地区を統治した際には、米国政府も関わっていくと。で、こんな状況の中、イラン、本当に何もしないのかっていうのは、まあ、少し皆さんどう思いますか結構疑問ですよね。まあ、こんな状況が今まさにあるので、混沌とした状況っていうのがしばらく続いていく可能性が高いんではないかなというふうに思っています。はい。そんな状況の中ですね。 え、反対のことを言っている方がいます。この方皆さんも、このチャンネルでも何回も取り上げたのでご存知かと思うんですが、ウォートンスクールというところですね。非常に有名なアメリカの、えー、U ペンっていうところ。まあ、これは、あの、大学の名前なんですけれども、そこで、えー、教えている大学教授、ジェルミー・シーゲルさん、エコノミストなんですが、今ですね、え、米国の株価、買っといた方がいいですよ。持っといた方がいいですよ。米国の10年債の金に5%いっても問題ないですよ、という,うに言っている人です。で、この記事面白いなと思うのが、 一つ前提として書かれていることがあるんですよ。で、これ前提皆さん何だと思いますかこれ前提として言っているのが、線引いたかなはい。ここにありました。で、こちらにも書いてあるんですが、えー、っと、ここですね。Clearly, stocks are the place to be in if we get stronger growth ということで、アメリカの経済が強いっていうのが前提なんですよ。まあ、これ下見ていただいても、 わかると思うんですけれども、やっぱりですね、今のアメリカ経済っていうのが強く、そしてそれが維持されるっていうのが前提というのが、このシーゲルさんの、ジェレミー・シーゲルさんの、えー、一つのその議論のポイントになってますと。なので、今、マーケットが注目していくべきポイントの一つ大きなところとしては、アメリカの経済が、まあ、想定よりもとかっていうところも一つ条件としてあると思うんですが、強く維持できるか、そうじゃないかなんですよね。 物価上昇というところよりも、今、アメリカの株式マーケットを判断する上で、アメリカの景気がどっちに行くのか、アメリカの企業の決算が維持できるのか、こういったところが非常に重要なポイントになってくるので、しっかりとですね、我々としてもこういったポイントを見て判断をして、ポジションを取っていく必要があるんじゃないかなと思っています。はい。ってことで皆さんいかがでしたでしょうか。今日ですね、もうビル・アクマンさんの発言、見て多くの投資家が えと思ってる人が多いと思います。まあ、そうなんじゃないかなって思ってた人たちも多くいたと思うんですよね。で、まあ、もうどうしようかなっていうふうに悩んでた人たちも非常に多かったと思います。で、さっきからも話している通り、まり、あ、結構ですね、そのイスラエルの戦況がどうなるかっていうところも、まあ、すごく大きなインパクトがあるニュースではあるんですよ。で、あえて今、どっちかちょっとわかんないボラティティが激しくなるような再建をわざわざ持とうっていう人が、 減ってきたっていうことですね。で、もし今、債券をあえてこのタイミングで買おうというふうに思っている人たちっていうのは、今のこの5%近辺の水準っていうのが、もう金利としてはい水準で、長期で持てば損しない、得するだろうっていうことを前提で買う人がほとんどだと思います。今のタイミングで短期的にもここから金利下がっていくようなんていう人は、おそらくいないと思うんですね。なので、長期で考えるのであればいい水準、 でも短期だと分かんない。うん、どうしよう、ボラティティ高いよっていうのがまさに今だと思うので、まあそういった感じで、まあ判断してると、まあもういいかなと。で、今もちょっと同じですよ。株式も同じだと思います。うん、どうしよう、ここからまだ上がるかもしれないけど、ちょっとやっぱり今テクニカル的にもそうですし、まあメリカの景気交代、まあちょっと今予想すでにされてますよね。でも、ソフトランニングかもしれない。ハードランニングかもしれない。うん、どうしようかな。でも、米国のマーケットを改善していくっていう感じは正直ないから、株式買おうとか。 まあまあなかなかならないというか、判断難しいですよね。だから株式も、もういいかなっていう感じで手放す人が正直多いと思うんですね。悪魔さんが債券でやった、取った行動っていうのを、株式マーケットを取ってる人も正直多いと思います。はい。なので、そういったポイントを注意して、僕は今マーケットを見ていきたいかなと思っています。はい。ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。